立憲民主党小西博之批判され法的措置を宣言。先日、週刊文春が小西さんを批判した記事を掲載しておりましたが、この記事の内容について小西さんが名誉毀損だとして、2度も河音弁護士から警告したと、事実も今度誹謗中傷だ。拡散も法的措置の対象となると宣言し、 その後もこのような主張を繰り返されておられますけども、小西さんが法的措置を取る権利、自由はございますが、先日小西さん、日本政府を相手取った裁判において、事実上の門前払いを喰らい、敗訴されておられましたが、小西さん、この記事についてインターネット上で 公開されたことを問題視されておられますが、この記事、雑誌として当然販売されておりますので、まあ、そういった雑誌としての販売については問題視されないんでしょうか今回のこの記事の内容、小西さんによれば事実無根とされておりますけども、まあ、現状では小西さんの主張を 裏付ける証拠がございませんので例えば、小西さんは、弁護士が送ったとしている警告文を公表したり、週刊文春の記事に対して、細かく反論して、小西さんの主張について、まあ、一定程度の証拠があることを示した方が、 よろしいんじゃないでしょうか。現状では言論や表現の自由に対する挑戦のような形に受け止められてしまっておりますので、小西さん、このような主張をなされるのであれば、速やかに週刊文春の記事に対して、細かな反論を、証拠をもとに行っていただくように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。